レッドフィッシュ、潜水艦。レッドフィッシュ、アセスレッドフィッシュ、SS、ギースマイナス395は、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻である。艦名は、表皮が赤いメバルかや魚肉が赤い酒かなどを、種を問わず漠然と、赤い魚を意味する。アメリカ公文書は、ベニザケや、ピンクサーモンなど、赤いコインを発する酒を由来とみなしている。 同盟の艦、アセス・レッドフィッシュとしては初代。レッドフィッシュは1943年9月9日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年1月27日にルース・ローパーによって命名、浸水し、4月12日にルイス・ディ・マクレガー艦長、アナポリス1930年の指揮下収益する。後は訓練等を経て、 真珠湾に開港され、6月27日に到着した。7月23日、レッドフィッシュは最初の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。8月18日明け方、レッドフィッシュは、ラッシャー、アセスラッシャー、SS-269 と共に紹介中、輸送船団が接近するのを探知。5時24分のバタン諸島、イバト島西方で、 タンカー A 広島ル、日本輸送船、8673トンを来撃したが撃破にとどまった。一週間後の8月25日には、ノルソン島北西端、ボヘアドール、三崎沖で、雪岩航行中の玉24船団を発見。昼過ぎにバトパワ丸、ル、日本海運、5953トンを来撃し、撃沈した。 さらに9月16日15時過ぎのガランビ南西沖で、ミ14戦断に加入中に、両戦徳島丸、日本郵船、5975トンのひかみなりのショックで、機関室が破損し修理しながら、船断に追求していたタンカー第二2小倉丸、日本輸送船7311トンに向けて、魚雷6本を発射。うち2本が、船体全部と後部に命中し、 第2ラマルは3分で沈没した。5日後の9月21日には、両艦ピクーラ、アセスピクラ、SS-382 と共に、バタン諸島を縫うように南下中の弾26戦団を発見。淡路丸、日本優先、1948トンを撃沈した、ピクーラの攻撃に続いて、レッドフィッシュが攻撃し、の地点で8時35分頃に、 戦団の戦闘を航行していた、水穂丸、大阪商船、8500ロットンに、魚雷3本を命中させて撃沈した。10月2日、レッドフィッシュは65日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰とた。10月25日、レッドフィッシュは2回目の紹介で、東、シナ海に向かった。途中、補給で、サイパン島に帰港し11月3日に出港。 小クに到着した。11月20日、レッドフィッシュアの地点で大型のサンパンを発見し、浮上砲船で撃沈。2日後の11月22日にもの地点で20トン程度のサンパンを発見。これも浮上砲船で撃沈した。11月22日22時37分ごろ、レッドフィッシュアの与那国島西方で、キールンから那覇に向かっていた高206船団を、 発見し、バング、アセスバング、SS-385 と共に攻撃。レッドフィッシュが、大鳥山丸、南日本汽船、2552トンを、バングが、天草丸、大阪商船、2345トンと、坂丸、川崎汽船、2878トンをそれぞれ、撃沈した。その後北上し、12月8日夜、 レッドフィッシュは長崎県の毛崎沖の女島東大付近で SJ レーダーで日本艦隊らしき目標を探知した。この艦隊はフィリピンへ緊急物資輸送を実施し、北台湾で合流した戦艦ハルナ、重巡洋艦トね、駆逐艦3隻と共に佐世保に向かっていた航空母艦巡洋を中心とする艦隊であった。レッドフィッシュは資金の両艦シーデビル、アセスシーデボル、 SS-400 などに艦隊の存在を通報するとともに、自身も艦隊を追跡した。艦隊は高速でジグザグコースを取っておりやや、来撃しにくい体制が続いたが、翌9日1時33分に、絶好の射点につき、巡洋へ向けて、魚雷6本を発射した。1時34分、このうちの1本が、巡洋の右舷のやや後部に命中。 命中直後こそ順洋は、航行可能だったが、ほどなく、爆発が起きて、航行不能となった。レッドフィッシュは止めを刺そうとし、旋回して、艦尾の発射管から魚雷を四本発射。そのうち一本が、右玄管主部に命中した。順洋は右玄へ三十度傾いたまま微速航行を、続け、佐世保に帰島。沈没につながる幸い致命的な被害は食い止められた。ものの、 この時の損傷により、ジュニオは終戦まで戦列に復帰することができなかった。攻撃後、レッドフィッシュは再び南に向かった。12月19日午後、浮上航行していたレッドフィッシュは、宮古島近海で日本機を発見し先行した。この時、レッドフィッシュにフィリピン方面に向け航行中であった、日本の新鋭航空母艦運流を含む小隊が接近しつつあった。 16時27分、レッドフィッシュはその潜望鏡の視界内に、雲竜の姿を捉えた。その2分後、雲竜は、ジグザグコースを取り始めた。これにより、レッドフィッシュは、雲竜の右舷側を見るような体勢となった。16時37分、レッドフィッシュは雲竜までの距離が、約5400メートルと遠かったものの来撃を、観光、魚雷4本を発射した。 16時38分、運竜の玄関強化に、魚雷1本が命中。運竜はたちまち原に20度傾き、やがて高行不能となった。レッドフィッシュは、第二撃を、駆逐艦ヒノキに向けて完備から魚雷を4本、発射したが、命中しなかった。16時44分、レッドフィッシュは運竜に止めを刺さんと魚雷を1本のみ、発射。魚雷は、 最初の命中箇所に近いところに命中し、16時50分に火薬庫が爆発を起こし、17時に沈没した。レッドフィッシュは、撃沈直後こそ沈没する運流を、潜望鏡カメラで撮影する余裕もあったが、その時、ヒノキが、レッドフィッシュの潜望鏡を発見。レッドフィッシュは、直ちに45メートル、ついで70メートルの深度に逃れたが、2度にわたる。 爆雷攻撃により重大なダメージを受けた。一度目の攻撃では12個の爆雷が投下され、全部発射管室の尖閣が歪んだ。二度目の攻撃は9個と少なかったものの、油圧系統を故障させその影響で音響装置を破壊した。水密区画も損傷し、一人の乗組員が突然、開いたドアに頭部を激突させ、その衝撃で耳がちぎれ飛んだ。 電池も亀裂が走り電気系統もダメになった。ヒノキは最後に3個の爆雷を投下すると去っていき、レッドフィッシュは反撃を辛くもかわした。とはいえ、これ以上紹介を続けることは困難となり、紹介は打ち切りとなった。1945年1月2日、レッドフィッシュは64日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 2月17日、レッドフィッシュは修理のためアメリカ東海岸のポーツマス海軍造船所に向かった。修理完了後7月23日に新自湾へ帰港3回目の紹介へ向けての準備に余念がなかったが、結局終戦までその場にとどまった。レッドフィッシュは1945年9月から1946年1月までグアブに進出して任務に従事した後、 1>, 1月30日にサンディエゴに到着した。1947年3月3日にサンディエゴを出港し、グアムと日本へ向かい、6月21日に帰還する。西海岸とハワイ水域での作戦活動後、レッドフィッシュは1951年2月2日に朝鮮半島に向かい、朝鮮戦争に参加。6月24日まで国連軍の支援の一部として、 横須賀沖で活動した。レッドフィッシュは7月3日にサンディエゴへ帰還し、西海岸沖で活動した。レッドフィッシュは1960年7月1日にギースマイナス395実験潜水艦に艦種変更され、3月26日にサンディエゴを出港、9月26日まで西大西洋に展開した。 その後は1968年まで西太平洋で訓練を行う。1968年6月27日、レッドフィッシュはサンディエゴにおいて退役し、6月30日には海軍席から除籍された。翌1969年2月6日、メドレガル、アセスメドリゲル、SS-480 の実感標的として、海没処分された。 レッドフィッシュは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。